デビスカップ2019は第108回のデビスカップであり、2月から11月にかけて世界各地で開催される男子テニスの大会である。2018年8月17日、国際テニス連盟はオーランドで年次総会で出廃の大会改革を提案。具体的にはの案を示し、71%の賛成多数で可決された。 また試合方式も5セットマッチから3セットマッチに変更。さらに試合数もシングルス2試合ダブルスの3試合に変更。この改革案には FC バルセロナの DF ジェラール・ピケが設立したコスモス社との関わりがあり、2043年まで投資するとみられている。予選は前年度ワールドグループプレイオフを勝ち抜いた8カ国と、 同 WG 準々決勝敗退4カ国に加え、各大陸ごとに12カ国の24カ国で行い、3試合、各国が11月の決勝大会に進出する。アルゼンチン、イギリスが決勝のワイルドカードを獲得したため、非シード国でランキングの高かったオーストラリアとスイスはシード国へと繰り上がりされている。ランキング2018年10月28日。 時点決勝大会は、前年度 WG 準決勝進出4カ国と、予選を勝ち抜いた12カ国、ワイルドカード2カ国の18カ国で出ーを争う。決勝大会は11月17日から24日まで、スペイン・マドリードのラカハマヒカで開催。2019年2月4日時点のネーションズランキングに、基づき決定した、ラウンドロビンは、第1シードから第6シードまでを、 ポット1、第7シードから第12シードまでを、ポット2、第13シードから第18シードまでを、ポット3都市、それぞれのポットからの1カ国ずつで構成される。フランス、クロアチア、アルゼンチン、ベルギー、イギリス、アメリカ、合衆国、スペイン、セルビア、オーストラリア、イタリア、ドイツ、カザフスタン、カナダ、日本、コロンビア、オランダ、ロシア、チリティー、イコール、タイズ、M イコール、マッチズ、S イコール、セッツ。ありがとうございます。